レース初のグランプリですけど、はい、まあ、前転のざわ、まあ、つき具合ですけど、どうですか？すごいですね、まあ、人はすごいですね、うん、ただ、まあ、G1 とかまあずっと走ってきて、まあ、離れもだいぶされてるかな。そうですね、まあ、今はまだリラックスしてますけど、はい、って感じです。まあ、ある程度というか、競輪祭からここまでの間というか、その気持ちの面とか体の面とかっていうのはどういうイメージで？そうですね、まあ、ここに向けてしっかり練習してきましたし、まあ、いい感じに来てると思います。心理面というか、途中でこうグッとこうそのスイッチが入ったりとか、そういうのはないですか？まあ、そうですね、まあ、ここ、まあ、1週間2週間ぐらいはやっぱりそのグランプリ走るんだなというのをしっかり気持ちに入れて練習もしてましたし、まあ、やっぱりそうすると、まあ、自然に調子も上がってくる感じですね。前夜祭なんかはどうですか？ああいうのはなかなかない舞台だと思います。そうですね、やっぱり慣れないので少し疲れますけど、うん、まあ、楽しかったです。まあ、平塚は根本的に好きなバンクだと思いますし、はい、そうですね、うん、まあ、その学生時代だったり、まあ、奥さんのつながりもあって、ね、いいところに出たいなと。頑張りたいと思います。レースのこのシミュレーションとかイメージはある程度はしているところですか？まあ、そうですね、まあ、レースのシミュレーションしてますけど、うん、全然どうなるか分かんないです、うん、グランプリだけは、うん、まあ、しっかり走れるように頑張りたいです。いわゆる三谷隆起らしいレースというか、うん、そうですね、はい、しっかり力出し切れるようにとは思ってます。あとは、まあ、レースのない初日2日の過ごし方なんかは、まあ、特にぼーっとしてます。もう普通にして、はいはい、じゃあまた決戦の時まで頑張って、はい、待ってください。ありがとうございます。